しっかりしながら仏を拝んでおりまお坊さん。お侍様、戦続きでお疲れのようで。さあ、この癒しの湯にお浸かりになってください。戦に備え、英気を養いたいでしょう。ああ、常に万全であらねば。では、こちらへどうぞ。湯に浸かるだけで、身も心も洗われますよ。それに、たびたび湯に入れば、長く栄えて命を全うできると言われています。さあどうぞ。暖かくて心地よいですよ。うららかな日差しに咲く桜の花、春よ、早く来てくれ。なんという変わりよ。これで大軍にも打ち勝てましょう。猛虎軍すべてが相手でも不足ない。礼を言う。もったいないお言葉。湯は島のあちこちにございます。お探しください。ご養生は大切でございますよ。湯に浸かり、戦に備えたお体をお作りください。酒井、手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷、滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに、軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ、余人を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き、矢を置き。酒井、聞こえたか。一夜一冊。手を放ってきよったか。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くぞ。わしが死んだら、お主が巴を殺してくれ。
心得ました。巴はお主も殺し、わしの技を滅ぼす気だ。さようなことは決してさせません。巴はどこを狙う？村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして。難しいであろうな。お主ら、ここへ。いかがなさいました？猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしが良い。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば、地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで。蜂の巣か。足止めになるな。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。樽で痛手を与えられるやも。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備えろ。猛虎が来るぞ。やつらです。よし、わしの弓術をとくと見るがいい。降りてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。の出来だ。造作もない。抜かるなよ。街道から来るぞ。お任せを。どこだ？来るさ。援軍が。奴らを冥府に落としてやれ。まずは気負ったな。
あれが巴。操め長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜けめ。いや、馬鹿にしておるのだ。巴の前の弟子が長尾広則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。広則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしおった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。師としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ下ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか？わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。広則の罪も償えず、巴の心も変えられず。しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。兼田の木に来てくだされ。ああ、無論だ。だが巴の後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。